ごめんさです。ピー！ということでですね、集まれ動物の森皆さん遊んでますかね。もう僕ねめちゃめちゃハマっちゃってちょっと。 5時間くらいやってるね。<laughs> 5時間くらいやってるんだけど、まあいいや。あの、まあ、今日ね、今日3月2 0日から発売してて、あの今からね、買って遊ぶ人もいるかと思うんですけど、今回はね、そんな買ったばっかりの人に向けて、まあ僕も買ったばっかなんですけど、まあ本当にね、あの初歩的な序盤の、えー、まあ話、序盤をやってる人向けの、ね、動画を作ってみました。 でね、新作のね、動物の森ではね、あの、お金の他に、お金ってマネーマネの他に、タヌキマイレージっていうシステムがありまして、このマイルを貯めることで、タヌキチにね、支払わないといけない家賃とか、まあそういうお金を、マイルで代わりにね、支払うことができるんですよ。で、今回はね、その、序盤でのマイルの貯め方、マイルって結構、ね、大事だなって僕思ったので、このマイルの、ね、貯め方をえ、今回この動画で、ね、説明しようかなと思います。よろしくお願いします。 まず、今、この動画の裏でね、ずっとやってるね、この、草むしり <laughs>。今、僕がずっとやってる草むしりをね、とりあえずずっと続けてください。最初にね、あの、無人島に来ると、本当に雑草がいっぱい生えてて、あの、無限にね、雑草を取れるんで、で今回が雑草ね、むしったら、アイテムとしてゲットできるんですよ。なので、持てる分だけ、もう雑草をね、引っこ抜きまくってください。あ、その前にね、雑草引っこ抜く前に、あの、お金 400円くらいかな ?400 円くらい貯めて、あの、豆吉からね、こうレシピを購入しておいてください。そして、ある程度ね、雑草を引っこ抜いたら、DIY。DIY っていうものを作れる機能があるんですけど、それでね、星草のベッドっていうものを、えー、持ってるだけ、持ってるだけね、作りまくってください。星草のベッドはね、雑草20個で1つ作ることができると思います。でなんで雑草を20個使ってね、この星草のベッドを作る、作りまくるかというと、 こうタヌキマイレージのミッションで家具を作るっていうミッションをね、あるんですけど、それをね、まあ、楽にクリアするためです。まあ、このね、雑草を使って星草のベッドを作りまくるっていう方法を使えば、まあ、多分なんだろう、あの選んだ島で答え差こう、雑草の数で答え差が出ると思うんだけど、こう雑草だけで40個ほど、ね、家具を、ね、作ることができるんですよね。このタヌキマイレージのミッションは、まあ、50個あの家具を作ると、500個 500マイレージだったかな ?500 マイルもらえた気がする、もらえたと思うんですよ。なので、こうね、家具50個以上作るとねかなり美味しいので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん作ってみてください。まあ、40個くらいねあの雑草、このコシクのベッド作れたら、その後はね、焚き火とか、他のね、家具を、まあ、10個以上作ればね、全然楽々くらいできるので、本当にね、あの、ぜひ。 星草のベッド作ってみてください。で、ちなみにね、星草のベッド、あの、豆吉に買い取ってもらえるので、星草のベッドが、もう持ち物、もう持てない状態になったら、もうすぐね、豆吉に話しかけて、星草のベッドをね、えー、売ればすぐお金になるので、ちなみに一つ400円でね、星草のベッド売れるので、もう全然ね、すぐお金もね、貯まるっていう、めちゃめちゃ、まあいい方法じゃないかなと思うんですけど、売る前にね、この、他にね、たぬきマイレージのミッションで、この家具を、 5個以上地面に置かないといけないというミッションもあるので、もしそのミッションをクリアしたい,という方は、この売る前にね、この星草のベッドを5個地面に置いて、そのミッションをね、クリアしておくといいかもしれませんね。そして雑草を抜いている途中にね、なんか虫とか魚がね、いると思うんですけど、虫とか魚を見つけたら積極的にね、えー、捕まえるといいと思います。マイレージのミッションで、魚や、ね、虫を5匹とか10匹取るっていうミッションがあるので、この雑草をね、 抜くのと同時進行でこの虫とか魚を捕まえるとより早くねあのマイレージが貯まるのかなと思いますその他にもね釣りとか虫網とかあとパチンコとかそういう道具を5個以上作ったりとか掲示板このね掲示板があるんですけどこの掲示板に書き込みをしたりとか自分のね写真を撮ったり自分が持ってるパスポートの編集をするだけでも300とか500くらいのマイルがもらえるので めちゃめちゃこれはね、簡単なんで、もう掲示板に書き込むだけで、マイルがもらえるってめちゃめちゃ美味しいので、まあ、忘れないようにね、これはクリアしておくといいのかなと思います。まあ、以上がね、序盤でやっておくべきマイルのため方、紹介してみました。僕もね、なんか魚とか釣りまくってマイル貯めてるんですけど、なんかマイル結構ね、いろいろ使えるんですよ。なんか、うん、めちゃめちゃ使えるんで、もうぜひね、皆さん、マイル、 貯めてみてください。はい。ということで、えー、もしこの動きれば、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ちなみにね、こう動物の森のゲーム実況もやってるので、よかったらそれまね見てくれると嬉しいです。ということで、また見てください。それでは